こんにちは、Eテレ大好きプリママです。最近は話題がつきませんね。まことお兄さんの髪型、2月の月の歌、そしておかえつメンバーの卒業。プリママのお部屋では雑談や最近気になったEテレ関連のニュースなどについてゆるーく配信していこうと思います。2022年2月7日月曜日、とうとう月の歌が発表されましたね。2月の月の歌は魔法のラララでした。前回の対談でも触れていましたが、この時期は2022年度の卒業にも関わるので、かなりネット上がざわ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 となっていますね。どんな歌なのでしょうか。少しだけ歌詞を抜粋すると、リズムに乗れば世界は広がる、一緒に歌えばワクワクも、もしも歌が苦手でもラララだけで大丈夫というような歌でしたね。私が今日初めて聞いた率直な感想ですが、年齢や性別、国籍など関係なく、今は世界のみんなで協力して手を取り合っていこうみたいな大きな大きなメッセージを感じました。あ、魔法のラララを作詞・共作した溝口貴樹さんがツイッターでどんな歌かつぶやいていましたよ。そのツイッターの内容は、小さなラララがいつしかつながって、最後には地球中が言語も超えてラララで一つになっていく世界を描かせていただきました、お子様と一緒にどうぞとのことでした。また作曲を担当した増田太郎さんはツイッターで、これからこの曲を通して生まれていく出会いや響き合いが開かれていく未来が楽しみでなりません、同じ空の下テレビから流れる歌声にあなたのラララも重なってどこまでも響き渡りますようにとツイート。サビはラララだけで歌えるので、小さなお子様でも楽しく歌えそうですね。いつかコロナがなくなったらマスクを取って大きな声でコンサートで一緒に歌いたいですね。まことお兄さんの髪型が話題。そしてもう一つ、2月の月の歌に関連して話題になっているのが、まことお兄さんの髪型ですね。プリママも最初見た時は、え？黒い帽子？って驚きましたが、おそらくムームーの髪型を真似しているのかなと自分を納得させました。 SNS 上での反応はどんなのがあったでしょうか。いくつかご紹介していきます。まことお兄さんトレンド上がってる。確かにあの髪型は我が家の子供たちも爆笑して喜んでいたし、強烈に心奪ったよね。みんなまことお兄さんの髪型に沸いてる。チャンネル変えたらあの頭だったから誰？ってなったよ。まことお兄さんの性格、そしてルックスはもはや今までにないアイドル性を秘めていますよね。ご結婚もされていて双子ちゃんのパパで、プライベートも充実していると思うので、もしかしたら前任のよしお兄さんの歴代最長在任期間14年を超すお兄さんになるかもしれませんね。ちなみに誠お兄さんのプロフィールを少しご紹介すると、福尾誠お兄さん、新しい体操のお兄さんで現在12代目です。名前福尾誠さん、生年月日1992年1月11日、現在30歳です。出身地東京都、身長172センチ、血液型 AB 型、趣味、掃除、映画鑑賞、好きな食べ物、焼肉、お寿司、好きな色、ゴールド、ネイビー、落ち着く場所、お風呂。誠お兄さんの大好物が焼肉とお寿司って男子高校生のような食べ物ですね。そしてそして、雄一郎お兄さんが大好物なのがハンバーグ、カレー、クロワッサンと子供が好きそうなもの。なんかイメージ通り対照的で面白いですよね。あ、ちなみにあつこお姉さんの好物が白ご飯、そうめん、ケーキで、あずきお姉さんがもやし、豆腐と同じ白い食べ物だけど個性が出ていて面白いですね。卒業はあるのか。あとは2月の月の歌で卒業はあるのかですよね。ここで言わなくてももう間もなくわかるんですけど、なんとなくこちらの写真を見てお気づきの方もいるかと思いますが、あずきお姉さんの衣装がガラピコのにそっくりではないでしょうか。そしてあつこお姉さんはチョロミー、
ゆういちろうお兄さんはムームーっぽい服、そして話題となったまことお兄さんの髪型はムームーのたてがみですね。このにぎやかで楽しい曲は、ゆういちろうお兄さん、あつこお姉さんが卒業してしまうとは感じませんでしたが、もしかしたらガラピコプーのみんなが卒業してしまうのかなと私は感じてしまいました。このあたりはもうすぐ答えが出るので、ゆっくり落ち着いて待ちましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。サブチャンネルイーテルクイズでは、イーテルに関するクイズを出題中。こんなことをレポートしてほしいなど、ご意見ご要望ありましたら Twitter、DM よりお待ちしています。あ、ファンアートも絶賛募集中です。それでは次の動画でお会いしましょう。